どうも珍宝に五寸釘を尿道に地盤調査のズカーンっていうやつを尿道に間違ってガツンと入れちゃった侍です。はい、それをそしてハリトナの人ですはい、動画でポン放送局ということですね。はい、月に1回の、月に1回の質問お答えコーナーでございますよ。皆さんのためのコーナーでございますね。質問を送ってきていただいているようでございますんで、答えていきたいと思いますね。はい。最近はもう結構来てますね、これね。昔やってた時はもう全然来なかったけど、最近はもう、今でこう257件来てるからね。まあ、全部は紹介できないんで、ちょっとまあ気になったやつだけ、お答えしますね。はい。まあ、6、でもまあ、多い反面、6のやつ、6なのがないっていうね。いいだよ、もうほんと、一番上にある、尿道が、素人が尿道とか言うじゃねえよ、お前、ほんとに。はい。ですね、何がいいかね。ザコシさんのゲーム吹き替え、主にパラパラッパーの影響で曲を聴くと歌詞を何でもションベンや尿道、チンボに変換してしまう癖がついてしまいました。直した方がいいと思いますか私は、まんざらでもないです。いや別にいいんじゃない。その、なんだろうね、こう公共の場で言わない、言ったらなんかなんだってお前多分言われるから家の中で言う分には全然いいんじゃないですか。例えばよ、なんかの会社の会議とかで、珍宝だとなんだっつって多分ね、怒られるんでしょうけども、いいんじゃないですか。はい、楽しく行きましょうよはい、次。定時投稿すごくありがたいです。でも午前4時に連打が投稿された時の絶望感も癖になります。そうでしょう。でも今んとこね、いい感じに定時で投稿を毎日できてるんで、もうこれでいきますわ。もうルールをそうしますわ。12時投稿、0時投稿ね、毎日それがいいかなと思いますわ。0時投稿でね。ハリザコさんこんばんは。いつもバカ笑いさせていただきおります。突然ですがハリザコさんの美肌の秘訣を教えていただきたいです。よろしくお願いします。いや別にそんなに肌とか別に何もしてないですよ。あんまりね、ストレスに感じることをしてないっていうね、それぐらいかな。それが一番でけえかもしれないそう、まあ、仕事も別にストレスないから、俺。仕事も別に私生活も特にストレスなく生きてますんで。ね。それはあれですよ。それは時間かかりましたけどね。好きなことだけやって売れていきたいっていうのはずっともう念頭にありまして、それを一応実現できてるんで、はい。ノンストレスでやらさせていただいてます。だから肌がいいのかもしれないね。肌がツヤツヤなのかもしれんけど。そんな別にそこまでツヤツヤないけどね。まあ、年齢よりはいいのかもしれないけど。はい。1年前にファンになり上京して1年経ち、今年は単独に行こうと意気込んでましたが、コロナの影響で叶いそうにはありませんね。来年以降の、初参戦に向けて会場の雰囲気をお伺いしたいです。ちなみに、
私は女子大生です。浮きませんか？いや、別にね、最近の単独ライブは、女子大生とか女子高生とかいるからね。あんまり別に違和感ないと思いますよ。特に女子大生の人は。高校生もなんだかんだいるからな。ハリウッド生高校生とかいるからね。まあ、単独もなんか若い お姉ちゃんとかいっぱいいるからね。だから特に問題ないかもしれないですよ。で、今年はちょっとね、単独まだわかんないんですけど、多分無理かなっていう方向かもしれないですけどね。はい、また結果が分かり次第また言いますけど。質問です。以前有吉さんがラジオでザコシさんを大絶賛されていましたが、逆にザコシさんは有吉さんのことをどう評価していますか、教えてください。まあ有吉くんはもうね、ほんと、まあ本人には言いたくないですけどね、もう覇者だよな。なあ、だって世代の中で一番売れてんじゃないの、あいつが。俺はそう思うけどな。世紀末覇者。絶対本人には言いたくないけどね。チンボを自分の体の好きなところにつけられるとしたらどこにつけますか？私は手の甲につけます。絶対嫌だろ、手の甲なんかチンボつけんの。いや、一番いいとこについてんじゃない？チンボはチンボのとこに。絶対、鼻とか絶対嫌だろ。鼻にチンボついてたら絶対嫌だろ、お前。くっせえし。あ、臭くねえのか。ここにチンボがついて、チンチンのとこに鼻がついてりゃ、チンボは匂わない。バナナサンドで爪痕芸人として出演してましたが、どの番組でも飛び抜けて面白くて印象に残る師匠にとても憧れます。大人数いる中で前に出ていくメンタルはどのように身をつけましたか？あのね、あんまりね、今でも別にそんな得意じゃないですよ、前に出んのは。でもまあ、キャラクターもね、もうそういうキャラクターですんで、もう仕事やんないといけないじゃないですか。だから結局ね、もうそういうキャラクターだから別にまあ、本当はね、ガーって行くのは苦手なんですよ。静岡だし。静岡県民ってあんま前に出たくないんですよ。でも、なんかやらかしたいっていう、こう、気持ちはありますから、仕事でね。やっぱり仕事でこう、ガツン、ガツンとこう、爪痕残したいってなるから、それがやっぱ、念頭にあるから。今では何とも思わないけどね。本当は前に出たくないけど。だから、そう、まあ、知らねえじゃん！知らねえって感じっすよ。言ったもん勝ちみたいな感じだな。ダメだ、その発言がダメだって後で編集されるから、もう別に言いやいいじゃんって感じですよ。そうそうそう、だからもう、年季の、経験ですよ。林さんと深夜のレギュラー番組を出るとしたら、番組タイトルは何がいいですか？ザコバ TV とかですかね。ケンコバと、そうやな。深夜のレギュラー番組があるとしたら、タイマンテレビじゃない？タイマンテレビ。タイマン舞台っていうのがずっとやってたから。タイマン TV じゃない？はい。同期でズーム飲み会配信してほしいです。同期か。ケンコバ、タムケン、陣内、レイジ、ツヨシ、あといる？他いるか。松口とかかな。まあ、無理だろうな。あいつらも忙しいから。このコメントが読まれている頃にコロナが収束していなかったら、ハリウッドザコシショウの自粛で週の再放送が必要だと思います。いいよ、再放送したっていいよ。再放送より自粛で週2の方がいいかなと思ってたんですよ。だから自粛で週2を最近、もうちょっとしたらやろうかなと思ってました。大阪に住んでます。大阪に来ることはありますか？会いたいです。
まあ今ね、今あれじゃん、その県またいじゃいけねえとかよくね、まだ言ってるから、まだ大阪の仕事が来てないっすよね、だからね。で、コロナ次第じゃないですか。本当はね、営業とかやりたいんですよ。営業もそうやし、ライブもそうやし。で、コロナ次第ですね。ほんコロナ本当に収束してほしいですよね。本当もう、ふざけんなって感じですよ、本当。ね。でもなんでしょうね。コロナが収束すると、松本リンスの仕事も、まあちょこちょこ入ってくるから、それは嫌なんですけどね。あいつはずっと貧乏でいてほしいから。自粛期間で体重の増減はありましたか？これ増えてんじゃないかな。結局ね、自粛期間でなんかいろいろ家にいるからずっとなんか飯食ってたり、ずっとなんかお菓子食ってたりしたから多分増えたな、また。もうええ加減ね、なんかもう自粛でもなんかね、飲みに行きたいね、ほんと。飲みに行きたいっすわ、もう。酒飲みたい。酒飲んで、バカ話し、ねえ、後輩とかとバカ話してるときが一番楽しいから。ライブグッズは藤子不二雄先生の作品のオマージュが多いですが、藤本先生、これ何これ、アビコ先生どちらの作品が好きですか？アビコも好きだし藤本先生も好きだけどな。まあ強いて言うなら藤本先生かな。でもアビコ先生の笑うセールスマンのあのタッチも好きだけどな。まあ、どっちも好きですわ。女の子の絵はやっぱ藤本先生の方が好きだね。エスパーマミとか静香ちゃんとか、星野スムリエとかね。そう、悪役の絵はなんか阿比古先生の方が好きだね。笑うセールスマンとか怪物くんとかね、マタロウとか。最近自粛生活にも飽きてしまいました。最近は家にあったボンバーマンを彼女と一緒にやったのですが、やり尽くしてしまいましたので、おすすめのファミコンクソゲーを教えてください。なるほど。ボンバーマンは俺も最近ね、買いましたよ。ボンバーマン面白いんじゃないの？ボンバーマンを真面目に俺やったことないから。だから真面目に一面からずっとコツコツやりたいなと思いますけど、結局、ね、なんだかんだ忙しいから、無理っすね。おすすめのファミコンなんて別に、特にいつもファミコン攻略やってるからそれ見てください。ね。ザコシさんはギャグ漫画を描いたことがあるそうですが、その時のエピソードなどありますか？なんか最近、ちょっとコロナちょっと前に、漫画描いてくださいっていう仕事があったんですけど、それね、どうなってんのかな今それ。ちょっとよくわかんねえんだけど。ねえ、それ音沙汰ないんですよ。一応書いてね、最近書いて、もう提出はしてるんですよ。だから、どっかでね、上がるタイミングあるんじゃないですかね。なんかネットだから、紙媒体だからよく俺も知らねえんだけど、はい。また、なだきさんとコント動画やほー TV やってほしいです。ね、なだきさんもなんか最近 YouTube のチャンネルできたでしょ？だから、そう。やりたいですね。師匠のコラム新連載、宇宙バカハゲ。楽しみにしています。以前、産経プラスで連載していた宇宙丸ハゲも面白かったので、長期連載の後、書籍化など期待しております。ぜひ、書き物のお仕事されての感想やエピソードを伺いたいです。コラムね、産経プラスでやってたのは宇宙丸ハゲってやつなんですよ。で、宇宙丸ハゲ、産経プラスだから、新聞でしょ？産経新聞のウェブなんで、なかなかね、その、
宇宙丸ハゲの方は、制約があったんですよ。でも、今、宇宙バカハゲの方は、本当にあった、愉快な話だっけ。その、雑誌なんで、そこまでないんですよね。コンプライが厳しくないんですよ。だから、最近のやつの方が紙媒体やし、なんかいいというか、いい悪いであれじゃないですけど、楽ですね。こっちとしては。うん。で、そうそう、だから宇宙バカハゲの方には、紙媒体で、4コマ漫画もついてるから、お得ですよ。うん。そのくらい写真がないのか。うん。写真を載せたな。宇宙丸ハゲの方は。うん。で、宇宙丸ハゲも今まだ見れるんじゃない？産経プラスのウェブアプリで。見れると思うんですけどね。はい。まあ、毎月ね、連載なんで多分これをずっと連載してるら多分書籍化になりますよ。うん。ぜひぜひ。はい。次。外吉好きでいつも楽しく見ています。ファミコン攻略は配信しないんですか？なるほどね。ファミコン攻略の生配信ってこと？なかなか、まだね、さっきもうこの後も言ったけど、生配信がね、今機材が整ってないから、できないんですけど、機材を整えてからやろうと思ってますんで、はい。ね。ちょっと待ってください。ファミコン攻略だかどうかはわかりませんけども。はい。P モデル、平沢進で好きな曲はありますか？ P モデルの曲は全般に好きですよ、俺。今でも聴いてますから、P モデル。美術館で会った人だとかね、インヤモデルルームのアルバムのやつ全部好きだね。一番最初のアルバム？うん。ルームランナー、ピヨポン、ピヨポン、ルームランナーとかね。工場委員会でカットされたネタってありますか？いや、全然あります。これは全然あります。そう、やっぱテレビはね、やっぱ限られた尺なんで、ありますあります。で、30分の番組であれだって1時間半ぐらい撮ってるからね。うん。1時間半も撮んねえか。1時間以上撮ってる。1時間以上は撮ってるよ。うん。そう。だから、3本撮りなんですよね。あれ、3本撮りで、俺出させられんの3本目なんですよね。だから、あれね、全部合わせて3時間ぐらいで、なんですよ。で、30分、30分、30分の尺なんですけど、全部合わせて3時間ぐらい撮るから、ね。だからもう、全然あります。うん。生配信やるなら師匠のラジオが聞きたいです。ラジオは今やってんでしょに、JFN パーク。うん、JFN パーク。逆襲ザコシのちょげちょげパーク。シーズン2。いや、結局さ、ウェブラジオだけど、本格ラジオだからね。うん、あれはちょっと俺、今すげえ気に入ってる仕事なんですよね。うん。ちょくちょくパーク。本当はあんまり、プレッシャーもなく、いい感じでやれてますんで、あれは楽しい仕事ですね。で、次、オナラジオ面白かったって言うけど、オナラジオなんかもうやりたくねえっちゅうな。うん。スッキリで、本庄まなみさんが泣いてましたが、その後、交流ありますか？ないっすね。ね。あれはだったよ。あれでしょ？ビデオでしょ？ビデオで出演して、で実際会ったことないですよね、俺。本庄まなみさん。うん。スタジオ行って会いたいです。でも、もういないでしょ？本庄まなみさん、スッキリに。ねえ。質問、かなり前にゆっくんちゃんのライブ配信に師匠と思われる方がコメントしていたのを拝見しました。あれはザコシショウさん本人だったでしょうか？ちょっと待って。そうですよ、あれは本人です。うん、本人で。あれ多分ね、なんかの番組の、が、番組終わりにタクシーの中で暇だったから、聞いてたんですよ。それで、ツイキャスでしょ、多分あれ。ツイキャスだとコメントできるんですよね。
今のやつはなんかコメント仕方がわかんないから聞いてないんですけど、今のやつはね。好きな WWE レスラートップ5。トップ5って言われるとな、あれだけどな、結構好きなレスラー、今のレスラーだったら、AJ スタイルズと、ケビン・オーエンズと、ドリュー・マッキンタイヤと、あと2人だとな、誰だろうな。あと誰だろうな、あと2人って言われると。ロマン・レインズも好きだけどな、ロマン・レインズも好きだけど、ちょっとベビーフィースすぎんだよね。うん。まあ、アスカな。女子だとアスカだな。アスカ好きだな。うん。あいつ好き。オーティスな。オーティス好きだね。オーティス。うん。オーティスも好きだしなぁ。あと誰だろうなぁ。スマックダウンで誰かいたっけなぁ。誰だろう、スマックダウンで。いや、昔のレスラーだったらめちゃくちゃいるよ。その、ストーンコールド、ロック、あと、ミック・フォーリートリプル H、ショーン・マイケルズ、あと、ハルク・ホーガン、めちゃくちゃそのレジェンドは好きだね。カート・アングルね。そう、そこら辺は好きですわ。はい。じゃあ次。ザコシの好きな男塾のキャラクターは誰ですか？千空ですね。あと、富樫。あとね、二号星筆頭の明石浩二。明石浩二が一番好きかもしれない。結局のところ、ハリウッド軍団で次に売れるのは誰だと思いますか？錦鯉じゃないですか？錦鯉だと思いますよ。ザコシさんから見てもダウンタウン松本さんはすごいですか？そらすごいですよ。めちゃくちゃ面白いですよね。やっぱもうずっと前から見てまして、ね、松本さん、やっぱこう変わんないじゃないですか、面白さが。やっぱすごいですよね、ほんと松本さん。まだ、でもこの、なんだろうな、結構いろんなところで言ってるけど、一人ごっつがめちゃくちゃ好きで、一人ごっつみたいなことしてえなーってずっと前から思ってて、で、この YouTube、ちょっと一人ごっつみたいなことを、の、こう、やりたいっていうのをこれをやってるんですよ。この YouTube。だって一人ごっつ30分の中に、こういろんな企画あるでしょ。一人で大喜利したり、一人でコントしたり、なんか、絵のコントあったり、そういうのがね、ゆくゆくは俺も、その自分の冠番組作りたいっていうのの、こう、今やれる、こう、一人ごっつみたいなことっていうのを、こう、表現化したのは、こう、YouTube ですから、私の。だからもう、えらい前からやってるじゃん、俺。で、今 YouTuber が何だかよくわかん、そのね、流行ってますけど、別に、えらい前からやってるのは、それですよ。何かこう、自分のこう、やりたいっていうことをこう、やれる媒体ないかなと思って、見つけたのが YouTube ですから、だから、よく言われるのが、YouTuber、今の YouTuber どう思いますかとかってよく聞かれるんですけど、別に何とも思わないですよね、別にね。しょうもねえとかって、ね、言わしたいのか知らんけど、いや別に YouTuber は YouTuber で全然いいし、で俺全然違うもんだって方向性が。で別にその YouTuber はさ、それで金稼いでるから見てほしいじゃん。で、それで金、その収入に見合ったような内容でしょ？でも俺って別にこれ YouTube は YouTube で稼ごうと思ってねえからさ、別に見なくていいだよね。全然見なくていい。だから、番組、やりたいことをこう、番組がないからさ、俺の冠番組が。だから、YouTube でこう、表現してるだけであって、例えば、なんだろうね、ザコシさんのこう、番組作りましょうってなったら、この、YouTube でやってるやつの豪華版みたいなね、感じの企画をこう持っていくと思うんですよね、自分で。だからその、プレバージョンっていうか、
パイロット版みたいなもんですよ、だからね。うん。そんな感じですね、だから。スキンヘッドにしている動画投稿お願いします。どういうことやねん。今スキンヘッドやねん。もうこれどういうことやねん。で、中野にある超人墓場に画廊でしょに売ってるザコシさんのグッズは公式ですか？公式ですよ。うん。YouTuber がテレビに出始めてますがどう思いますか？別になんとも思わないですよ、僕は。うん。普通に、別にタレントとして、別に認める、認めないとか別にないですから、私は。うん。別に全然出てもらっても全然いいし、その文句言うとかもないです。うん。毎日動画を上げる師匠のことを尊敬しています。毎日サボらずに仕事をするコツとかありますか？なんでしょうね。まあ、一応ね、まあプロでやってる以上、毎日やりますって言った以上、やらないと無理なんですよ。ダメなんですよ。プロ失格なんですよ。で、できねえことは言わない方がいいっていうね。うん。で、もう好きなもんはでき、好きじゃないものは毎日なんかできないから、結局好きなもんを、こう毎日やるなん、いや、毎日やるっていうのは特にそこまで来る苦じゃないんですよね。まあ、酔っ払って帰ってきて、ねえ、動画撮ってねえってなるとめちゃくちゃ嫌だけど、まあ別にね、そこまで、うわぁ、やりたくねえっていう、ふて寝するとかないから、うん。でも自分の好きなことをやるべきですよ。うん。好きな仕事をするっていうのが一番大きいですね。うん。仕事の収録は、昨月と比べて増えましたか？もっとザコシさんが出演してる番組が早く見たいです。まあ、徐々に増えてきてますけどね。やっぱりまだまだですよ。コロナ前と比べるとまだまだですね。うん。やっぱり、結局ね、土日が全部営業で埋まってたわけですよ。ほぼほぼ。で、それが全くないから、結局土日が暇なんですよね。うん。で、まだ営業なんかできないじゃないですか。で、土日って、なかなかもう、ね、テレビ局が収録とかあんまないから。で、必然的に土日が暇なんですよね。うん。僕は、ライブ配信アプリをやっているのですが、そこで元吉本の芸人だった人と友達になりました。その人はザコシさんが吉本にいた頃に所属していたようで、キャラ芸人では友近やユリアンが面白いと言ってました。僕はキャラ芸ならザコシだろって言ったんですが、ザコシさんはあんまり好きじゃないって言われました。こいつ、ごしてやろうかと思ったんですが、気持ちを抑えました。ザコシさんはキャラ芸人では誰が面白いと思いますか？でも俺キャラ芸人っていうわけじゃないからね。うん。キャラ芸人だったのは、R 藤本じゃない？うん。R 藤本くん面白いと思いますよ。うん、でもね、結局ね、キャラ芸人ってやっぱキャラ芸人なんですよね。評価あんまされないというか、うん、結局こうキャラ芸人、入りはキャラ芸人でもなんかね、ちょっと殻を破ってなんかね、独り立ちみたいなのしないとなんかうまく回っていかないような気がするんですけどね。うん、そうなんですよ。だから結局、キャラで喋られてもって感じなんですよね。番組で。うん。そうなんですよね。質問です。中井さんの金スマに出演する予定ありますか？ザコシさんの反省を知りたいので、ぜひ出演してほしいです。出演予定はないです。はい。俺が死んでからやって。で、死ぬ間際とかね。うん。で、俺それ見て死ぬわ。うん。でも、でもその俺みたいな芸人がさ、その、反省みたいな感じやったらもう終わりでしょ。うん。感動させてどうすんねんって話ですよ。そう。
だ当分ないですよ、そんなは。はい。まあそんな感じですかね。はい。まあいろいろ、いっぱい、コメントいただいてありがとうございます。ね。また、こちらの方まで、ぜひぜひ、質問答えますんでね。このコメントの方に書いてくださいというわけでね。はい、今月の動画デポン放送局はこれにておしまいですわ。どうもありがとうございました。は。